こんにちは出会い場就活チャンネルの清水です今日はですね23卒の先輩が24卒就活生へ伝えたい就活のアドバイスを集めてみましたさあ YouTube チャンネルではですね23卒の方24卒の方も聞いていただいてますから23卒の方にですね YouTube を通してですね24卒の方にアドバイスがあったらちょっと書いていただけませんかっていうお願いをしましたそしたらですね何名かの方がですね書いていただきましたこの内容をもとに皆さんですね「就活は誰でも初めて」 失敗もも多多く後悔してる人も多いんですこれから就活という24四層向けに23卒の方が書いたアドバイスをですね皆さんにご紹介させていただきますまずですね23卒就活生に困ったことって何でした就活でっていうアンケートを取ったらこういうデータが出ました3,000人以上の方が答えていただいてやっぱり一番苦労したのはね自己分析ね。 最終的にはね選考対策っていうのが37なんだけど一番最初の入り口としては自己分析、企企業業研究、企業選択先行対策、まあこれがやっぱりね困るっていう話なんですね、まあ、そういう意味で言うと早い時期は自己分析企業研究企業選択そして最後になると選考対策この部分になるということじゃあ実際にコメントでいただいたものの内容でどんなアドバイスがあったかまず一つ目仕事に対するスタンスをはっきりさせておくことが必要です ここれはどういうことかといういいととと、ね、か自分の能力をです、ね、上げるためにバリバリ働きたいのあなたは何のために働くのかということだね自分の能力を上げるためにバリバリしたいのかそれとも自分の好きなことや興味があることにしたいのかそれともあるいは仕事はお金を稼ぐ一つの手段なのか、ね、どういう考え方であなたは仕事に就くのかということのスタンスがはっきりしてないと企業を選べませんととにかく自分の仕事に対するスタンスをしっかり考えてください。 これがしっかりりすれば就職の軸も自ずから定まります。さあ皆さんですね訳も分かんなくインターンインターンインターンばっかりじゃなくて仕事に対するスタンスをはっきり決めとくべきだこれが先輩からの1つ目のアドバイス貴重な意見ありがとうございますさあ2つ目就活全般特に自己分析に困ったら人生の目的論を考えることが重要なんですと。 これもさっきの話に似てるんだけど「あなたは何のために生きているんですか」これ人生論だね仕事はその中の一つなんだとあなたが自分の人生に何を大切だと思うのかってことをしっかりしとかないとその中で仕事とはどこの位置づけにあるのかさっきの人の部分は仕事の中でのあなたはどう生きるべきかこれは 人生っていう中であなたが重要なことは何かその中で仕事がどんな位置づけになるかやはりこのスタンスをきちっと持っておくことが必要だという意見やはりこれが定まってないと仕事決めれませんよ貴重な意見ありがとうございましたさあ3つ目プライドを捨てて人にもっと頼りなさいこれは多くの方からいただいてますやはり就活ですねこれオンライン化したことによってですね自分一人で自分一人でやろうという方が増えてきてます。 特にです、ね、人を頼らないでまあですね今 SNS 等でいろんな情報が羅列がありますからそれだけを見れば大丈夫じゃないかって思っちゃういいですかそれじゃダメなんですあそこで書かれてるような内容も全部が正しいわけじゃないそういう意味で言うともっともっといろんな人から情報を取っていろんな人を頼ることが重要だって多くの人が言ってましたさあそしてこれも多くの人から指摘されていますもっと早く動きなさい といいうご意見が多いんですねこれもですね具体的にですね3年生やい1年の今の時期からですね気になる業界や業種を考えて少しずつやっぱり情報を得ておいた方がいいです。 インターネットで結構な情報は入手できるけどやはり実際の企業に出向いて社員から得られる情報が一番有効だと言ってますこの方はですねそういう意味では早くからいろいろね情報を得ることも重要だけどやっぱり直接の情報を得てくださいねそのあたりのコネクトを作るためにも夏ごろに行われるインターンシップに参加した方がいいですよと一日の短期的なインターンも意外とメリットがありますもちろんやれば内定が得られるけどもやっぱり早くからやっとくべきですと。 そういう意味でいうと皆さんこの4月の時期に、ね、早くから動けてるあなたたちは早くから今動いてる途中で中だるみしないでちゃんとやっていくことが重要だアドバイスありがとうございましたさあ次就活を先送りしないいでくださいこれもですね私は毎年この業界で見てますからねスタートは早かった中だるみが多いんですよねこのことが重要なんですね。ままああいいや、まあ、いいやや これでいいですかなんですねある人は1月か3月から始めても間に合うと言いますこれ来年のねでもね準備安全じゃないんだよね学知化や自己、ね、この人が言ってるのはですね自分が大学時代とか充実してねもう学知化とかなんとかね自己 PR もかけるほど普段から充実してる人はね別に早くからやらないでも大丈夫だと思いますよだって強いもん持ってんだもんとそもそも強いエピソードが見つからない人ほど早くからやらないとまずいですって言われてるんです 強いエピソードがある人は慌てなくても大丈夫。しかし強いエピソードがない場合には早くからやらないとダメよと。1年なんてあっという間、他人の言葉を鵜呑みせずに自分で考え行動してください。就活は団体戦、キャリアセンター、友達、ありとあらゆるものを使ってくださいと言われています。いいですか。先送りしない。ね、自分が自信があれば別に慌てなくてもいいけど自信のない人ほど早くからやりなさいと言われています。さあそしてエントリーシートが最も重要ですよ。 といいうコメントもいただいてますプライドを捨てて ES を見てもらってください ES を通過しないと面接い行けませんよと一番最初の入り口である ES が通過しなかったら面接にもたどり着かない SPI にも行かないこのことを忘れないでと1周回って ES が一番大切だと思って必ず来ますあなた ES は大丈夫面接の練習は後からでもいいす。ES は停止すると集積できません と言われてます「私はキャリアセンターやツイッター上で無料添削の方に何度も何度もやってもらいました」「最初は恥ずかしいですけどそこはプライドを捨てて見てもらうようにしましょうそうすることで誰が読んでも一貫性のある体裁的にも読みやすいものになります」まあ、そういうことで言うとまず ES 僕はこれにさらに追加しています「ES どんなにきれいに書いても」「書いてもですよ」「エピソードが弱かったら勝負になりません」「あなたは本当に胸を張って言えるだけのエピソードを持ってますか?」 ないんなら今からその活動をすることが重要なんですイエスにかける内容がないと困りますからねさあありがとうございましたさあそして人と比べず人から人と比べず人から刺激をもらい人に頼る力いいこと言ってますね人と比べちゃいけないでも人から刺激をもらってね人に頼る力はとても重要ですと一人で進めていると暗い気持ちになることもあるけど自分で自らこぶして周りから励ましの言葉をもらって頑張ろう僕も応援してますという言葉ですありがとうございます さあそしてもっと資料を広く持ってくださいこれは多くの就活生が言ってます早い時期に絞り込みすぎちゃったんです業界を早いうちに、ね、企業を絞り込みしちゃったんですそう早いうちはいろんな企業に興味関心を持って見とくべきだこれが重要な視点だと言われてますさあ皆さん23卒の方が24卒向けに対してアドバイスをしていただきましたぜひこのアドバイスをもとに 就活の動きは早早まままってていすすすが24歳生はさららに早期化すると考えられています先輩のアドバイスを参考にして後悔のない就活にしていただければと思いますさあ23層の方が見ていただいている方があったら清水さん駒が減っちゃってるんですいろんな企業にもう少しさあ出会いの場に出ていろんな企業からスカウトをもらおうそして出会い場に出ることによってスカウトもかかりますぜひ概要欄からお申し込みくださいそして24層の方まさに自己分析をきちっとやれ 自己分析講座やってます。4月、5月も展開します。出会い場の会員になって自己分析講座来てください。そしてグループディスカッションは日本の大企業の6割以上が採用しています。これも練習が必要なんです。我々実際にイベント、5月の後半から開始します。その前にまずグルーディスの練習をしておきましょう。講座ですからまず解き方。そして実際にやってみる。ここからまずはスタート。さあこの動画が役に立ったら高評価ボタンよろしくお願いします。